どうも、ボブホーナーです。違うか。吉田サラダです。ウィラムスワローズ。ということで、4月5日、ヤクルトスワローズ対中日ドラゴンズ6対7で負けちゃいました。悔しいですね。何が悔しいって。山田哲人選手と村上選手が連続ホームランを打って、そしてその後また村上選手がホームランを打って、1試合2ホーマー打ったのに、負けたってことですよ。いやー、痛いなー。こんだけ打ったら勝ってよって思うんですけどね。いや、痛かったのが、サイスニード投手から、大下投手に交代して、いきなりね、相手ピッチャーの勝野投手にヒットを打たれて、そっからの失点、あの4回の失点は痛かったなー。そして心配なのは、しみのぼ投手ですよ。しみのぼ投手、もしかしたら去年の疲れ残ってんかなーって、めちゃくちゃ心配になっております。もしね、こういうことが続くようなら、配置替えも考えなきゃいけなくなってくるんかなーって思っております。まあね、でも、山田哲人選手と村上選手が打ち出したってことは、もうね、そんな負けないですよ。今日みたいな試合は多分珍しいと思います。まあ、こんな日もありますわ。山田選手と村上選手が打ち出したらほとんど勝つ。だからね、まあ気にせず明日勝ちましょう。とにかく明日ですよ。明日勝たないとね、このカード本当に2敗になっちゃうんで、明日本当に頑張ってほしい。高梨投手本当に頼みますよ。明日ですよ。山田哲人選手と村上選手が打ってくれたら、高梨投手だったら勝利がつきます。期待しましょう。本日は以上です。ゴーゴースワローズ。青木選手の三塁打、かっこよかった。